皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、ちょっと遅くなってしまったんですけれども、インスタグラムのストーリーズでとある募集をかけました。みんな今度 YouTube でガールズトーク企画をしようと思うのだから、そこで答えてほしい質問、相談口、体験談、そしたら何でも募集します、女子会気分でお答えしますっていう風に募集をかけたんですよ。まあ要するに今日はガールズトークをちょっとやっていこうかなって思って、本当にたくさんいろんなお話とか質問とか体験談とか思ってることとか、もうすでにねピックアップはしてあるんですけれども、結構大量にあるので長くならないか私もねすごく心配なんですが、やっていこうと思います。ということで早速いきましょう。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。男の人に化粧薄い方がいいって言われるの嫌、自己満で化粧してるのにね。これは嫌ですよね。だって自分が可愛いと思って、自分が可愛くなりたいと思って化粧してるのに、薄い方がいいって言われるの、まあ嬉しい人もいると思いますけど、何時間もかけてメイクしてる子もいるだろうし、本当にお金をたくさんかけてねメイクしてる子もいると思うし、まあなんせ自分が一番この状態がベストと思ってやってることだったりとかもするので、それをちょっとまあ否定されるじゃないですけど、言い方ですよね。今はもちろん可愛いよ、もちろん可愛いけど、もっと薄くても可愛いなとか、そういう言い方ならまだあそうみたいな感じでなるかもしれないですよね。せっかくでも可愛くしてるのに薄い方がいいって言われるのはちょっとね、どうせみんなすっぴん見たら嫌がるんでしょっていう話ですよね現実見たら引くよっていうね。彼氏がいるのも楽しいけど、自分のために生きてる方が楽しいって思い始めてきた。いやでもこれはそうじゃないですか。まあ、でも本当に多種多様だし、その価値観はみんな一緒ではないので、全てのことに言えますけど、人それぞれではあるんですよ。もちろん人それぞれ考え方は違うと思うんですけど、私もずっといない歴年齢ですけど、彼氏がいなくても十分楽しいし、しかもそれが私にとってすごい今やりたいことだったりとかっていうことでもあるので、私もそう思います。自分のために生きてた方が気にすることも少ないっていうか、まあ、もちろんいい人がいればまた話は変わってくると思うんですけど、今は私も自分のために生きるのがすごい楽しいですよ。なんで女子って集団行動なの？これもそう、まあそうですよね。女子は、まあ、グループとか作りがちではあると思いますけど、でも女子だけじゃなくて男子にもこれは言えると私は思います。結構私の地元のメンズたちは女子よりもどんだけっていう人数で集団行動してますよ、本当にまあでも確かに女子よりは仲間外れとか、なんで私だけ誘ってくれなかったのみたいなのは少ないですね、やっぱ男子の方が。なんかそういうイメージがあります。来れる人は来て集まるみたいな感じだと思うので、その1回の遊びで揉めるとかは少ないと思いますけど、まあ、でも女子も集団行動多いか。私も学生の頃とかは 3,4 人とかのグループが多かったのかな。まあでもトイレは一緒に行こうっていうタイプでしたね、私は。なんて言うんでしょうね、別に周りの目がどうとかってわけじゃなくて、なんかやっぱ一緒に行った方が楽しかったりとかっていうのが私は強いのかなって思いますけどね。楽しいからじゃないですかね、単純に。まあその中でめんどくさいことも起きると思いますけど、まあでもそれもなんか学生ならではって感じがしますけどね。今私が大人になって思うと、自分のこと嫌いになったことありますか？これはありますよ、全然。私も自分のこと受け入れたいなって思ってるし、自分が好きなことしたいと思ってますけど、やっぱりその中でもなんかちょっと自分が嫌だなって思っちゃうこととかもあるし、見た目ももちろんそうですけど、なんでもっとこうじゃないんだろうとか、そういうので嫌いになることは全然あります。まあ、でもその中でも自分のいいところというか、自分自身で好きなところを見つけたりとかってすることも努力はしてるかな。一応もっと自分を好きになれるためにいろんな努力は一応してるつもりです。私最初から慣れ慣れしく話してきたり接してくる人苦手です。共感してくれる方いるかな？これ私もね結構確かになって思います。でもなんか私ってほんとめんどくさいのが、人によるんですよ。それもグイグイ来られて全然こう喋れる人と、グイグイ来られてちょっとこうなっちゃう人が結構あって、本当に人それぞれなんですよね。もともと私が人見知りなので自分から行けないタイプなんですよ。だから全然こう来てくれるのは嬉しいんですけど、来られ方なんて言うんでしょうね、その人の持ってる雰囲気によってだと思うんですけど、ありませんか、そういうの。人によって私ほんと違うんですよね。なんか説明しろって言われたら分かんないんですけど、あ、この人はちょっとこうなっちゃう人と、なんかこう自然と会話が弾む人と結構分かれるかもしれないですね。男性陣顔ばっか見てそうで病む、彼氏欲しいのに自信なくて病む、どうなんですかね実際のところ。まあでも男性みんながそうってわけじゃもちろんないとは思いますけど、やっぱ可愛い子にはあれなんですかね、あるんですかね。まあ、でも男女限らず見た目はやっぱ私は大事かなっていうのは思いますけどね。
第一印象で、極端に言うとすっごいなんか不潔そうに見えたりとかしたら、別にその人のことを知ろうってあんまりやっぱ思わないと思うんですよね。ある程度見た目とかっていうのは大事だと思いますけど、でも顔ばっか見てる人とは別に付き合わなくてもいいんじゃないですか。どうですかそこら辺はって思いますけどね。中身を見てくれる人と一緒にいた方が絶対いい気がしますけどね。異性からの誘いの断り方知りたいです。確かにな、どうやって断りますか。皆さんだったらスケジュールが合わないっていう理由で一生行けないしなスケジュールが合わないって言って乗り切れないですよね多分。あ、じゃあいつ空いてるって話になりますもんね。うん、どうなんだろう。なんか傷つけないくって断る方法とかあるのかな。言っちゃった方がいいのかな。それかでもなんて言おうって話になりますよね。ちょっとコメント欄で募集したい。これは募集案件ですね。教えてください。ぜひ。悪口聞くのがストレス、これはそうですよね。やっぱり女の子って言うとそういうイメージがありますよね。でも私もこれは実際に体験談というかしてることというかっていうのがあって、今はすごい SNS が発達してるじゃないですか。でやっぱり今一番こうなんかプライベートな投稿をしてるのとかってインスタがメインだと思うんですよ、みんな。でインスタのストーリーの機能、あれの親しい友達の機能じゃないですか。あの使い方を間違ってるなって思う方がいるんですよ、たまにね。お互いまあ相互フォローしてたりとかしたら多分自然と組まれるのかな、親しい友達に。私もまあ友達の投稿とかで、ね、親しい友達の投稿見ることがあって、でその時になんかすごいいい内容だったら見てて嬉しいんですけど、その親しい友達でわざわざ愚痴を書いてるやつだったりとか、なんかこうちょっとんって思うような行動をとってるストーリーをわざわざ親しい友達のストーリーで上げてるとか、そういうのを見るのが私もすっごいなんかモヤモヤするというか、正直言うと嫌で、なんでこうパッて見てるのにそういうのを目にしないといけないんだみたいな。そこで別にいい気はしないじゃないですか、こっちからすると。だからもうそういう方とかは正直言うとストーリーを非表示にしてます。ストーリーを表示されないようにしたりとかしてて、そういうのでね、うまくこう自分の中にそういうのが入ってこないようにはしてますけど、でもなんか仲いい友達とかだったらそれでスッキリするんだったら全然言ってと思いますけど、そういうねものとかで目にしちゃうとやっぱりちょっとうんってなったりとかもしますね。生理痛ひどい、もうこれは永遠のテーマ。もう本当にわかります。私もちなみに本当にタイムリーに今日来て、予定日の4日前とかぐらいなんですよ今。でもなんかもう思いがける時に来たんで、本当最悪ですねお腹痛いし、やる気起きないし、眠たいし、食欲やばいし、本当にね生理っていうのは長いこと付き合っていかないといけないと思うので大変ですよね。本当にわかります、その気持ち。ダラストークだから言っちゃう。なんか周りが経験した子ばかりだと焦っちゃうんだけど、シュナタンとかみんなはそういう感じあるのか気になる。確かに、まあ、今日はガールストークで本音をぶっちゃけということで、ちょっと踏み込んだ話もしていきたいなって思ってたんですけども、これも結構ありましたね、質問で。未だになくてとか、そういう経験がなくて焦っちゃいますとかっていうのも多かったんですけど、まあ、別になんか焦る必要はないのかなって私は思います。私自身そんなにそういう話をしないんですよ、友達と。なんかなんだろう、別に人と比べるものではないと思うし、遅かれ早かれどっちがいいとかってわけでもないじゃないですか。なんか早いからマウント取れるとかわかんないですけど、早いからマウント取れるとかってわけでもないし、遅いからえみたいな思われることもないだろうし、本当に自分のタイミングでいいんじゃないかなって私は思いますけどね。無理にする必要はないとは全然思います。逆に無理にしちゃうって後悔しちゃった方が嫌じゃないですか。だったらもうちょっと大切にしたいというか、自分をこう大切にしていった方が私は素敵だなって思いますけどね。そういう話題が結構話してたりとかして多かったりすると焦っちゃうっていうのもわからなくもないですね。タイミングじゃないですかね、自分の。自分が話しかけに行くことによってその子の印象が悪くなっちゃうんじゃないかって心配です。これはなんでなんだろう。全然多分そんなことないと思いますけどね。あんまり自分を責めないでください。出会い系アプリで出会う男ってどう思いますか。変な男に引っかかりますかね。これもどうなんですかね。なんか本当に両方聞きます。最近特にそういう話を聞くようになりましたかね。私はやってないんですけど、すごい多くて、で実際にそれで会った人もいたりとか、実際に多分それで付き合ってまして結婚してるっていう人もいると思うんですけど、運とかなのかなって思いますけどね。本当にどっちも聞くんで、実際会ってみたらもうプロフィールと全然違う人だったとか、年齢詐欺してたとかっていうのも聞いたことあるので、何とも言えないですけど、どうなんですかね。難
難しいですよね。今出会いも全然ないし。友達の誕生日プレゼントの選び方、これは私はその友達のことを考えるっていうのは当たり前だと思うんですけど、その友達のことを考えつつ自分がおすすめできるものとかがあればそれをあげたりだとか、一緒にいたりとかしたら自然とこうこれ欲しいんだよねとかっていうの聞くこともあると思いますけど、あんまりこう会えてない友達とかの時はインスタを漁ったりとか、ツイッターのいいね欄を見たりとか、なんかそんな感じでリサーチして、それでももし分からなかった場合はなんかその子の雰囲気で私が独断で決めます。相手はもうプレゼントだったら何でも嬉しいと思いますけどね。彼氏ができました、おめでとうございます。シンプルハッピー報告ですね。これは休み時間にお菓子とかパン食べてると必ずちょうだいとか言われる、断れないし毎回言われるから本当に嫌だ、あんまり親しくない人に、これは私も嫌です。嫌ですよね、こんなあんまり親しくない人に言われるんですもんね。だって毎回毎回自分で買えなよって思いますよね。さすがにこっちは自分のためにこう買ってね、自分の危険を取ってるんですっていう、それを邪魔しないでくださいっていう。なんか交換しようとかなら分かりますけど、あとたまにとかなら全然いいですけど、毎回言うのはちょっとねどうかと思いますけどね。もう隠れるとか、その子がもう見えないところで食べるとか、いやなんでこっちが気付かないといけないんだって感じですよね。でもそうすると、でも私だったらそうするかな、本当に嫌だったらその子の隙を狙ってこうパクって食べるかな。それかもポップに断るとか、これは本当に誰にもあげたくないとか、ちょうだいって言われて嫌だはちょっと冷たいから、ちょうだいって言われたらいやこれだけは本当にあげたくないっていう感じ、なんかちょっとこうネタじゃないですけどちょっと面白おかしく断ってみるとかっていうのはどうでしょうか。自分に合うメイクがなかなか見つからないです。シュナタンにメイクしてもらいたい。自分に合うメイクは本当にまあいろんなメイクをしてみるのが一番いいと思いますね。やっぱいくら私がメイクをこうやって紹介しててもそのメイクがみんなに当てはまるとは限らないし、みんなのストライクゾーンにバーンって入ることは少ないだろうし、実際にやってみたりとかしてこのメイクは自分に合ってないなとか思うんだったらワンポイント変えてみるとか、アイシャドウ一つでも縦でグラデーションにするとか横でグラデーションにするとかも全然違うし、涙袋作るとか作らないとかでも全然違うと思うし、ラメ乗せてみるとか、アイラインちょっと長めに引いてみる、短めに引いてみるとかも本当に細かくやったら全然変えられると思うので、いろんなメイクを試してみるのがいいと思います。仲のいい友達に好きな人の相談したら私の好きな人とは仲良くなってました。はこれははかもしれないですね。ちょっと人の気持ちっていうのはね簡単に変えれるものでもないし、信頼しててこの人になら、と思って相談した人が自分の気になってた人と仲良くなっちゃってたって考えるとちょっと心苦しいですよね。でもそれがなんか相談した友達からグイグイ行ったって言ってなるとちょっとってなるかもしれないですけど、もしかしたらその気になってた人の方からの友達にアプローチが来ちゃってっていうこともありえるかもしれないので、難しいですよね本当に。恋のライバルは怖いって言いますからね。守りたくなる女の子になりたい、どうすればいいんでしょう。守りたくなる女の子ですよね。もう私もそういうタイプじゃないので全然あれなんですけど、説得力ないかもしれないんですけど、結構聞くのは弱みを見せた方がいいみたいなことは聞きますね。わかんないですけど、多分この質問をくれた方ももしかしたら完璧主義な方かもしれないので、私もそうなんですけど弱いところだったりとかを人に見せることがすごい苦手なので、そういうのをこううまく見せれることがあってやっぱり守りたいなって思ってもらえるんじゃないかなっていうのはありますよね。彼氏と別れちゃって寂しさしかないです。自分から話したことだから LINE 送るのって悪いかな。これはその時なんかカッとなって言っちゃったのかもしれないですけど、もしそれが逆の立場だったらって考えると、なんでってなるかもしれないですよね。もし相手から別れ話を告げられた後にやっぱりで来られても、まあ嬉しいかもしれないですけど、なんかちょっとなんでってちょっと疑問になっちゃったりとかもするかもしれないですよ。まあ、でも復縁は結構ね私の周りでも多いですね。そういう方たちはどういう経緯でそうなってるのかわかんないですけど、もし自分がその立場だったらっていうのを考えてから送るなりなんなりしてみるのがいいんじゃないでしょうか。こういう関係は狭く深くの方がいいと思いますか。これは私はそうしたいなっていうふうに思ってます。でもただ広く浅くがいいなって思うわけではないんですけど、人脈とかっていうのはやっぱすごい生きていく上で大切なんだなっていうのは社会人になってから特に思いました。高校生の時とかって本当に仲いい友達がいればいいって思ってたけど、社会人になっていろんなことをこう経験していくうちに人脈が広い人ってすごいなというか、やりたい
たいこともしやすくなったりとかもするし、あ、でもその人脈が広い人が浅い交友関係っていうわけじゃないかもしれないですよ。もちろんその人脈が広くても一人ずつが深い方もいると思いますし、と思うんですけど、なんかいろんな人と知り合うっていうのは大切だなっていうのは結構感じました。いい男はもうとっくに彼女いるから結局甘いものから探さないと無理説。私も甘いものか。いやでもそんなことないんじゃないですかね。自分の今のこのレベルというか、自分の今がここだとしたら、ここでこのゾーンの人を捕まえるっていうのは結構難しいと思うんですよ。まあ、よく言う話だと思うんですけど、自分のレベルが上がっていけば関わる人のレベルもどんどん上がっていくと思うんですね。だから自分をもっと磨いたりとかしたら結構いい人と出会えるかもしれないくないですかって思うんですけど、どうなんでしょう。いい人は全然いると思いますけどね。私は部活の顧問が本当にうざいです。みんなでぐちぐち言ってるのも青春かなとか思うけれど、やっぱりうざいって感じてしまいます。しなたんはそんなことありましたか？私は、まあ、やっぱ部活をやってる当初はなんでこんなに痩せるんだとか、なんでここで切れるんだとかなんでみたいなのすっごい多かったです。絶対私たちのためにわざわざ時間を使って指導してくれてると思うし、今考えると本当にありがとうございましたって感じですね、部活の先生は。まあでも当初はやっぱり辛いこともあると思うので、そういう気持ちがちょっと出てきちゃうかもしれないですけど、終わってみるとね、本当にあの時ありがとうございますってなると思います。なので頑張ってください。部活は本当にね、私の学生生活の中でも結構な思い出残ってるので、楽しんでやってください。もし同性から好きって言われたらシュナさんなら嬉しいですか？恋愛対象の範囲とか気になります。経験がないので何とも言えないんですけれども、私は恋愛対象ではないと思います。まあこの先何があるか分かんないので、まだはっきりと言うことはできないかもしれないですけど、恋愛対象ではないのでどうするかな。まあでも素直に嬉しいです。もちろん好きって言われるのはすごく嬉しいんですけど、私もその子のことすごい好きだけど、友達として好きっていう場合とかって今まで通り変わらせしたいなとかって思うわけじゃないですか。でももしそれがその相手にとって辛かったりとか、思わせぶりだなって思われちゃうような態度を取ってしまったりとかっていうことになるのであれば、その子とは多分距離を置くんじゃないかなっていうのは思いますかね。だからその気持ちを伝えられた時に嬉しいけど、私はそういう感じでは接せれないから、どうすればいいって聞くかもしれないですね。それでその人がもしそれでも友達として普通に遊びたいとか接してほしいっていうのであれば、友達としてもちろん遊びたいなって思うし、一緒にいて辛いのであればあんまりこう関わらなくなるかなっていうのは思いますかね。仲良い友達にイラッとした時素直に注意できますか？これはレベルによりますかね。人間なのでいくら仲良くても嫌なことされたりとかしたらイラってくると思うので、なんだろうな、本当に仲良くしたいとか、これからもずっと仲良くしていきたいっていう子だったら言うかもしれないです。でもただそれが理不尽になってしまうのだったら言わないかな。私が嫌だから直してとか、相手にこう無理やり直させるっていうのはしないと思いますけど、それがもしこう常識で見た時に、時間にルーズだとかお金にルーズだとかっていうのであれば、それは確実に直した方が相手のためにもなると思うので、なんかそういうものだったりとかは言うかもしれないです。ちょっとここは直した方がいいんじゃないとか、相手を思ってるからこそですけど、ただ言う時は気をつけたりとかっていうのはありますけどね。言い方はちょっと気をつけた方がいいとは思います。理想の結婚相手について教えてください。そう、なんか私はね、どちらかというと彼氏が欲しいっていう願望よりかは結婚願望のが強くて、なんか私のお父さんがそうなんですけど、友達の友達と気が合わないけど一緒にいないといけないのが今一番辛いです。でも私も一個苦手だなって思うのがあって、私は知らないけど、その一緒に遊んでる子の友達に出くわした時、出くわしたって言うとちょっとなんかあれですけど、会った時のあの空気が本当に私苦手で、いろいろ重なり距離を置いてる、過去連絡もしてない会ってもない彼氏と戻りたいです。ちょっときついことを言うかもしれないですけど、おっぱい大きい子が好きなら大きい子と付き合えばいいのに、大きくなあれとか言うな大きくなあれって言われるんですか？それはもうはって思いますよね。好きな人の家で遊んでる時に、私が漫画で読んでて静かにしてたら人生初のバックハグされました。前でこうよりかは後ろからの方が嬉しいかもな。Tripping over roses every time that you're there.